こんばんばははワンナップゴルフ平井博明ででございますす今回はですね皆様ゴルフの YouTube を見られてる方結構いらっしゃると思うんですがどういうお気持ちでレッスン動画とかゴルフの YouTube のチャンネルを見られてるかどうかっていうのがちょっと気になってですねどのように見てるのかなっていうことでそのことについて動画を撮っていきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ、うん ワンナップゴルフはですね詳しいやり方を教える動画なんかもあるんですけどもこういうふうにやってくださいねとは言ってもそのやり方まで言ってる動画って少ないんですよ。でその理由としては例えばじゃあクラブをインパクトに戻してくださいねとは言いますけども戻し方ははこううでですすよよっていいのはあまり言わないんですよその理由が戻すためにどうするかっていうのは人それぞれ違うからっていう理由なんですね。 でそれが全ての動作について当てはまると僕と登録は思うんでよよりり詳しいいいい内容ってううのははあまりリクエスト以外は取らなな感じなんですよね単純にクラブをただ正面に持ってきてくださいって言った時に指で戻す人もいれば手首で戻す人もいれば体で戻す人もいれば腕2本で戻す人もっていろんなパターンが出てきてしまうので言っちゃえばキリがないですよね。なんで ご自身が戻しやすい戻し方でやっていただいて結構ですよという意味合いなんですよで、それはもういろんな理論というか動きに対してあると思うんです例えば歩き方一つでもそうあそこまで歩いてくださいって言った時に歩き方教えないのと一緒でそれはそこまで歩けばいいだけなんですよねそういうのってご自身で見つけていただくと忘れないんで ご自身のやり方を見つけていただきたいっていう考えもありますあとはその自分なりでいいんでその自分なりのやり方で方法を見つけるとどんどん枝分かれができて方法が見つかりやすくなるんですよ他の方法もより詳しい内容っていうのは言わないようにしてるっていうのはありますあんまりこんな真剣に言う内容の動画じゃないつもりだったんですけどちょっと真剣になっちゃいましたねゴルフに対してはすごく僕もちゃんと考えたいっていう部分もあるんでこの動画を撮って 行こううかという話になって今撮ってて今ますその内容を言わない理由のもう一つがやっぱりレッスンに来られた方でその場で自分が指摘をさせていただいてうまくなりましたうまくなったというかそれを上手にこなせるようになってじゃあそのショットだったら「コース行って絶対いいショット出ますね」でお帰りになられていざお一人でコース行った時にどうなるかっていうのが正直そこが僕の答えっていう感じなんですよ。 その場で上手くなることは自信を持ってやってるんでなることはなりますでもお一人になってゴルフをやられた時に成功できるかどうかっていうのがポイントになるんですよ申し訳ないです厳しいことを言うかもしれないですけど一人になった時にできない人は雑です忘れてるもありますしこれぐらいでいいやと言ってちゃんとやらない例えば1センチのズレをしょうがないで見過ごしてしまうこと それもミスにつながるんですよお一人でできない理由の一つなのでそういうことも含めてコースに行ったときに何も誰からも指示されないでそのうまくできたことをやれるかどうかっていうのも自分がちゃんとやり方を言わないでご自身で考えてやってくださいねの一つに入るんですでそういうことがやっぱりゴルフって大事になってくるんですよねやっぱり自分で考えて自分なりのやり方でいいんで それが確実に形としてできるようになる方法を見つけるというのが大事だと思うんですあとは動画の見方で自分とかトーくんがよしこの内容はちゃんと言えたししっかり伝われば絶対上達するなっていう内容の動画が 伸びなかったりもするんですよなんで多分見解としては本当はその動画こっちはめちゃくちゃ重要だなと思って言ってることが多分「へえそうなんだ」で終わりになってる場合もあるしご自身がやられてることと自分たちが言ったことが一致してたとしても「あよしそれでいいんだよかった」で終わっちゃう場合もあると思うんですよ。 それを課題ととししてててやり続けることはなななななかなかかいいいんじゃないかなっていうのもあります自分が今やってることを確信に変えるというかあこれで良かったんだで納得して終わってしまうとなかなかその次っていうのがないので課題として取り入れていただきたい動画は結構山ほど出してますので本当に一回自分のゴルフとかスイングを捨ててもいいっていう方がいらっしゃれば一から 動画を見て,っていただいてやっていただければ俺多分相当上手くなると思うんだよなこれは言いたくないっていうのも言ってますし最初の頃なんてよく登録に呼びましたなんでそんな全部言っちゃうんだとそうそれぐらいほとんど隠さず言ってます9割は言ってんのかな悩んでる方がいらっしゃればぜひ動画を見ていただいて練習していただいた方がいいと思います あとはですねワンナップゴルフは例えば今僕と真逆の理論ですごく上達をされてうまくなられた方ももちろん絶対いるんですよいるんですけど僕たちが言ってるのはどっちかわからないだとか何をやっていいかわからない方に向けて動画を撮っているのでうまくいってる方は見ないでください見ないでくださいというか見ていただけるのは嬉しいんですけども真似しないでください。それがくくいかなくなっった時にちょっと スパイスとして見ていただければ嬉しいと思いますやっぱり最初の話に戻りますとやり方を言わない理由はやっぱり人それぞれ本当にやり方が違うので同じことをやったとしてもその過程が違うですよねなかなか深いところまでお伝えすることが難しいそこでじゃあその理論に対してどうすればめちゃめちゃ一番深いところまで知れるかって言ったらレッスンになるんですよレッスンはその来ていただいた方だけの 方法ででお伝えするのでそうだから昨日もレッスン来ていただいた方いらっしゃったんですけどもその方は動画見ててくださってる方なんですでも僕が言ってることが全く頭の中には入ってるんですけどできてない理解をしてない方だったんですよ。でこういうことって僕は想定内なんですそれは先ほども言ったように詳しい内容まで言ってないんで。 なんとなくしかできないんですよニュアンスとして伝わった方だけこうポンとそれが成功するっていうような感じなんでその方も昨日2時間レッスン受けていただいたんですけどもその時に僕が言ったことは動画を見てくださってるんで理解はしていただけるんですよでもそのやり方内容までは伝えてないんで言ってなかったんでやり方わかりませんでしたって言うわけですよだからそれは正しい答えなんです言ってないんで僕が そうだからそれはじゃあ戻すにしても戻すことはご存知ですよねと言ってあの分かりますとだその戻し方っていうのは何々さんはどううすすすれば一番戻しやいいですかっていう話になるんですよなんでその方のやり方で結構ですのでその答えが合ってればいいっていう感じなんですよね。なんでそういうやり方でどん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 やりたいことに取り組んでいっていただけたらと思います。自分で 見つければいいんだよねやり方はあそう仮にじゃあワンナップと全然今度逆のおすすめしてない、うん、例えば、うん、左手で打った方がうまくいくと思うんだったら、うん、それを突き詰めていって、うん、それでうまくなってもらえばいいんだよねそうそれでいいの <laughs> そう,う,、ね、そ,うそれでいいのでほら違うじゃんって言ってもらえればそれでいいで、ね、そう。 そうその方のそれがやり方で意見だから否定はしないのよ自分で答えを見つけてくれればいい、ね、そうもう確信になってる人ってそこまで youtube あらさないと思うんだよね <laughs> 見るけど意見しないだろうし普通に見てるだけだと思うのだって自分がそこまで成績出してうまくいってるんだからへこういうのもあるんだぐらいで多分見終わると思うんだよねでも不安だったりど どっちが正しいのか知りたいよとかいう方はいろんな YouTube を見てくださるじゃない迷ってる方だよねは自分の答えが分かってるんだったらその答えをオリジナルの自分でやってほしいんだよねそうだね,ね無意識的に知りたいから見てるんじゃなくって自分がこれが正しいって思う理論が正しいってことを言ってくれてる動画を探してんのかもしれないねあああるでしょあーあるね釣りだとなんか,か買った時 たり、ルアーだったり、なんとなくの声はこういう時はこういうルアー使えとかってあるけど。例えば、それをじゃ、あルアー買いましたって、本当にこれでいいのかなとかってあるじゃない。その時に、そういう同じような場面で、そういうルアー使ってると、ああしっと思う。<laughs> そう、そうだね。それと一緒のことだよね。ゴルフでもそう、一緒だよね。スイングの自分のやっぱ、やってることとか、とうん、やりたいこととかって、それ。あってますよって言われたら、やっぱ。 嬉しいしいねね自信になるよ、ね、俺がね背中を押したいっていうか、うん、もうめっちゃくちゃ全力で応援したい人は手を使っちゃダメって言われちゃった人、うん、体重移動をしろって言われちゃった人、うん、腰を切れって言われちゃった人でうまくいかなくなっちゃった人を全力サポートしたいの。うん、それをやってうまくいった人は、うん、それなりに俺もね いやじゃあもうそのままぜひ続けてくださいってもちろんアドバイスもするけど本当はそうやってやりたかったのに今の3つを「それダメだよ」って言われて自分の打ちたいショットが打てなくなっちゃった人を全力サポートワンナップグルフはします今まであと何やっってもダメだった人だよあ,あそうだねそうだね変な話昨日のお客様もそうだった周りにガヤガヤ言われて。 やりたいこともできず飛ばしたいけど力むなって言われたと力み方を教えたらピッチングの飛距離が10ヤード伸びたからね、うん、ピッチングで、うん、じゃあもっと上の番手だったらもっと伸びるまあもっと8番やんンなんて15ヤードぐらい伸びちゃったけどね内容は言えないけどその方のこともあるからね <laughs>、うん、もう最初の23球フルショットした時点で伸びしろしかないと思った無限だと思ってこの人。<laughs> めっちゃ上手くなるんだあもうだって俺から見たら真っ白だったもんそうもうごちゃごちゃしてないし何にも悪いことしてないのよそれなのに自信がないって言ってるから、うん、じゃあもうお好きな色染めましょうと、うん、でもうめちゃくちゃ偉らしたのよそしたらもう「こんなに当たったことないです」って言ったの「僕はお世辞は嬉しくないですよ」って言ったの「本気です」って言ったから「ああじゃあ僕は嬉しいです」って言った でもピッチングでまあ10ヤードぐらいで8番やんで15ヤードぐらい伸びたらそれは嬉しいよねだってしかも課題が飛ばしたいんだからもうね道具がね飛ばないし当たんないから道具がすぐ買っちゃう方なんだってまた道具をね合ってないんじゃないかって言って買おうと思ってたっていうのもうこのクラブはめちゃくちゃいいクラブ使ってただからスペックも全然これ以上落とすこともないぐらいいいライトスペックだったからもう ここれれゴルフやめるまでででいいですともうクラブ一本も買わないでくださいって言ったの俺はそんなクラブ買い替えてうまくなるんだったらもう僕だったら毎週買えてますよとそんなんじゃないとそう,、ね、そうでよくねプロなんかでもそうだけどこのクラブとこのボールにしてね10ヤード伸びましたとかってよくあるの、うん、CM とか、うん、新しいギアをね出した時って。うん もう、それやってたら、もう、多分、六百ヤードぐらい飛んでるのよ。人間がね、モデルがさ、変わる頃に。必ず、そういうのがあるんだから、もう、五百ヤード以上は飛んでるわけよ。そうでしょう。毎年十ヤード伸びてんだから。ね。十<う> <laughs> 年で百ヤード伸びちゃうんだからさ。すご,いね、すごいでしょ。すごい。そう、やっぱり、新しいクラブって、ノーデータじゃない。うん、ノーデータだから、お付き合いしてないから、うん。 自分のをを出せて触れるかかららら飛ぶわけよ癖を知らないそっから慣れてくるじゃない、うん、そうするとおつき合い始まると「うん、あ捕まりがいいだ、うん、捕まりが悪いだ上がるだ上がんない」出てくるでしょ、うん、そうすると合わせるわけクラブにこうやって自分が,自分がじゃないとそう,うまくつき合えないから、えー、試合でつかなきゃいけないしそう,かそうってことはさどんどん100の力じゃなくなってくるわけよで降りるじゃない、うん 調子が、うん、降りてきて落ちた時に新しいモデル出るでしょだからまた10ヤード伸びました <laughs> 要はこれの繰り返しなのよボールとクラブじゃなかったら500ヤードだから <laughs> そう,そうだからクラブ買い換える時ってすごいまあ、タイミングはタイミングなんだけど最初はどんなクラブでも気に入ったやつだったら飛びます、うん、飛ぶし調子良くなるの本当に欲しかったやつってへ やっっと手にしたってなるからもちろんさシダー程度だったらどんな球出るかまだ分からないから自分のスピードで振るわけよ一番振りたいです、ね、そう、うん、だから飛ぶのよで付き合い始めてあなんかこいつちょっとなんか癖あるなとかうん、うん、なってくるとその癖をななくくすスイングになってくるもうそれはもう間違いないからだから飛距離だったりっていうのが要は全開できないから。 合わせるから、うん、そうそそれがオチだから,だからそういうのも含めてやっぱりそんなに買い替えるもんじゃないですよと言ったのね、うんうん、そしたら「こう分かりました」と言ってで実際にその買い替えようとしてたクラブで10ヤード15ヤード伸びちゃったから余計気に入っちゃうよね、うん、そうだね、うん、だってそこじゃないもんって自信はあるからその前も今まで習ったことと全部逆なんですけどって言われたんで、ね、うん言われた最近多いね多い多い多い <laughs> うーんとね 最近とととかかかずずっっだね <laughs> 先週の土曜日かな冗談半分でちゃんとその俺が逆を言うから逆をやってくださいって言ったことに対してちゃんと理由を説明してお伝えして「うん、でそうですよね」って冗談半分で言ったらその方もすごいノリが良くて冗談で返してくれて「うん、だってそうやってやれ」って言われてきたんだもんって笑って言ってくれたそそうですよねって でここからは言えない内容を言ったけどそういうことなんですよって言ったらレッスンっていいかカットすればいいからだからそのそうだから教わってで結局腰を切れインパクトは左足の上でしろバックスイングは体を回せだからそれ全部違うじゃんワンナップと。でで当たらないんでしょって 3年間もやってきて当たらないわけないでしょって3年間習ってきた習ってきてそうもうさじゃあいやりましょうよっつって <laughs> やってもうほんの5分よそれであんだけの玉っつったらもう奥さんがもうあんな音聞いたことないです <laughs> いやそらそうでしょこれがほんまあ本当っつったらだけど本当ですよってだってやってることが違うもんっつって。 逆のことそうそう逆のことやってるし、うん、ゴルフでボールを飛ばすことをやってないじゃないですかってかそこがずれてると、うん、何やったってダメですよって皆さん、うん、逆のことやったるよ全部最初からね <laughs> うんでもダメだ ワンナップ見てる人逆のことやったらあそうだ逆になっちゃうあそうだまた,また元にそうだねあのワンナップゴルフ初めて見た方は、うん、今やってることと逆を試しにやってみてください結果が多分絶対変わるんでまずその結果が変わったことが進歩だと思うんですよそれが悪い方に変わったらやっぱり今やってることが良かったんだって確信していただけますし悪い方が良くなったらあ今までやってたことは逆なんだという判断もできると思うんでどっちにしても再確認するために いいことだと思うんで今やってることがうまくいかない方であれば逆をやってみてください試しに今までがダメなんだからだからそのままダメでもマイナスはないんで良くなるために何か劇的な変化を加えてみるといいかもしれないですねで,すではこう,でうん、そうそうですねそういう見方をしていただけると僕もトール君もすごく嬉しいのでぜひ動画の見方をですね変えていただくだけで内容が変わって見えるかもしれませんので来月はもうシングルになってますかね はい、ぜひその見方でよろしくお願いします気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします今後ともワンラップゴルフをよろしくお願いいたします最後までご視聴ありがとうございました